こんにちは。今回はこちらです。泉橋の楽風米搾りたてです。醸造元は神奈川県は海老名市泉橋酒造さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ。塩米は楽風米、精米倍は 55%、 アルコール度数は16度というふうになっています。並べですね。じゃあ回線していきます。ぐい飲みに注いだ状態になりました。今回泉橋ですね、もう1ヶ月ぐらい経つんですけど、12月の中頃ですかね、神奈川の蔵元さんを訪問しまして、新サーバーがあっていくつも審査していただけるんですけど、どれもこれもね美味しかったんですよ。で、あれもこれもと迷ったんですけど、そういくつも買えませんのでね、新酒だということでこちらのラベルを購入してきました。割と都市部にあってアクセスも良好なので、かつこうウェルカムな酒蔵さんだと思いますんで、すごいおすすめですよ。また訪問時の動画をこの辺かですね、後ろにくっつけておこうと思いますので、よろしかったらご覧ください。前置きはさておき、いつも通りいただいてきます。まずは香りから。香り高めですね。上立ち化の時点で結構強く、オーソドックスなフルーティーの香りがします。ちょっとこうバナナを予感させる感じですかね。実際に口に含みます。はい、いつものお約束なんですけど、抜群にうまいですね。口に含んだ感じ、上立ち化と同じです。バナナとかメロン、ねっとり系のフルーツを想像するような、香りですね。あ、いいですよ。この良い香りでもって、かつ濃厚な味わいです。粘性も高くて、かなりどっしりしてますよ。私、冷蔵庫から出してきて、キンキンでいただいてるんですけど、もうこれキンキン一択ですね。ぬるくすると多分、ぼやけると思います。旨味と甘味は、いわゆる甘旨系です。どちらも、ぶつかるわけじゃないんですけど、それぞれが、程よく主張していて、甘味の柔らかさも、旨味の、複雑で入り組んだ感じもですね、どちらも楽しめます。いいですね。最後にドライ感なんですけど、結構ね、強めだと思います。口に含んだ瞬間から、口内をひりつかせるような感じですね。キレをもたらしてくれます。また、喉奥を通して、食道がじんわり温まる感じ。トータルで見てのアルコール感、結構高めだと思います。といったところです。今回もレビュー部分をご視聴いただき、本当にありがとうございます。よろしければこの後ですね、Vlog チックの部分も合わせてご視聴ください。楽をしてタクシーの力を借りちゃいましたけど、泉橋酒造さんに到着しました。なんか新酒が売ってるよっていうことで書いてありましたね。あ、こちらからはお入りになれませんと書いてあります。こっちですね。Thank you.
めっちゃ美味しいですね。全部美味しかったですね。こんなところにトンボくんがいますね。トンボさんかな。こんなガチめに試飲できると思わなかったんで、時間が予定より過ぎちゃったんですけれども良かったですね。試飲サーバーはやっぱり間違いないですね。ほろ酔いながらもしっかりとタクシーの手配もできましたんで、多分もうちょっとしたら来ると思いますからね、移動したいと思います。バッグの中はガチャガチャしてますけど、新商が買えました。要冷蔵なんでちょっとどうしようかなって感じなんですけど、一応保冷バッグは持ってきてるんで後で移そうと思います。そうだ、せっかくだから周辺込みで撮影しておきましょう。もう本当にね、普通の住宅街の中にあるんですよ。こんな感じですね。ああいいですね。そういえば記念撮影がまだでしたね。泉橋酒造さんです。おはようございます。本日は2023年1月の16日月曜日です。雨ですね。東京は雨ですよ。こんな昨日は思いつきで富士宮に行ってきたんですけれども、酒蔵さんの蔵開きですね、めちゃくちゃ良かったです。それも良かったんですけど、1日の終わりに寝しなにテレビをつけてたら、布屋本金さんですね、諏訪の酒蔵さん、去年1年間の出会いの中でも最も大きかった美味しいお酒をかます酒蔵さんなんですけど、そこの特集がされてました。ちょっと内容についてはここでは触れないんですけれども、いろいろ考えさせられるようなそんな内容でしたね。いい番組でした。今日も無事にお仕事が終わりました。昨日まで休みで、今日頑張ったら明日も休みっていうですね、最高の流れなんですね。やっぱり日曜日がね、ちゃんと休めるっていうのはでかいですよ。こんにちは。本日は2023年1月の17日、火曜日です。火曜日ということで、平日休みなんですけど、例によってお仕事です。でも先月みたいな、地獄みたいな働き方はしてなくてですね、今もう4時回ったとこなんですけど、本当1時間か、1時間半か、ちょこっとだけ働いてすぐ帰ってきます。概ね予定通り早く帰ってきました。雨がね、ポツポツと強くなってきてますけれども、まだ今8時ぐらいですか。ちょっと電車がダイヤ乱れてたんで遅くなっちゃったんですけど、それでもまだいつもに比べれば随分早いですからね。お部屋に入って美味しいものでも食べます。おはようございます。本日は2023年1月の18日水曜日です。普通にお仕事の日です。昨日まで雨降ってましたけどね、よく晴れてますよ。結構長いこと撤去されてなかった提灯飾りもなくなってましたね。人形町もいよいよ通常の月っていう感じです。お仕事終わって帰ってきました。今日は残業こそなかったんですけど、偉い人とお話をしてたらですね、こんな遅い時間になっちゃいました。今12時ぐらいですね。真面目な話をしてたんで、日本酒はねちょっと遠慮したんですね、酔っ払っちゃうから。ハイボールだけ2杯だけいただいて、足りないですね、飲みたいですね。こんにちは。本日は2023年1月の19日木曜日です。いよいよ週も後半ですね。12月までのお仕事のドタバタが嘘のように落ち着いてですね、今結構ゆったりしてるんですよ。ただその一方でお仕事以外のことがちょっとバタバタしてて、結局忙しいんですね。お仕事終わって帰ってきました。今日はちょこっとだけ残業になっちゃったんですけど、それでも今11時ちょうどぐらいですね。今日も京都で早くお部屋に入ってお酒が飲みたいですよ。